お呼びいたしましょう。 HKT48 の栗山里奈さん、よろしくお願いします。湯原花田さん、江口小川さん、よろしくお願いします。大場梨咲さん、マイクはないんだね、ちょっとマイクとして、下上デデさん、よろしくお願いします。ちょっとマイクうまいことしてね。それではよろしくお願いします。それでは改めてお一人ずつ自己紹介していきましょうか。クレーマーさんからいきましょうか。あ、これ入ってます、入ってます、ね、ちょっとねハウリングが起こる関係で中音切ってます。ありがとうございます。はい、大分トリニータ宣伝部になりました、大分県出身クレーマーキナです。よろしくお願いします。みなちゃん、はい、大分県出身13歳井原ハンナです。よろしくお願いします。ハンちゃん、長崎県出身の江口国葉です。よろしくお願いします。ハンちゃん、はい、福岡県出身の大場梨咲です。よろしくお願いします。梨咲、はい、地頭はねねです。よろしくお願いします。梨咲ちゃん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの僕全然こうあの皆さんのようにアイドルオタクじゃないんですけど、あの自己紹介の前に何かこうないですか、何々といえばみたいな、なんかこう アイドルなんかこう独特な自己紹介があるじゃないですか。はい、HKT の中ではごめんなさい、僕全然無知なんですけど、あったりするんですか。私はないんですけど、基本的にはみんなあって、それこそ栗山ちゃんとハンちゃんとかは大分出身なので、はい、大分っぽい言葉が入ってたりとか、ハンちゃんは違う、私はあんま入ってない、ね、栗山ちゃんはもう大分全面に出した。ちょっと聞かせてもらってもいいですか。嫌なパス来た。はい、じゃあ行きます。はい、大分県温泉椎茸なしかぼす、大分県出身23歳の栗山里奈です。よろしくお願いします。こっこっこっこれは聞きたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。栗山さん、はい、そういえばドームに来られるのは20日ぶり。そうですね、今月の5日に長崎戦に来られたぶりということで、はい、はい、それ以外のメンバーの方は初めてこのドームに、はい、あ、でもハンちゃんは私と一緒に去年、はい、あ、行きました、一緒に、あ、来てくれた、一緒に見に行きました。それ以外のメンバーの方は初めてですね。大分に来られたのは、あ、初めてです。初めて、はい、初めて、あ、違う、初めてだね。私はそれこそ先月とか今月くらいに大分のイベントで栗山さんに呼んでいただいて、いやいや、やめてください。大分のイベントに結構やめてください。はい、呼んでいただきました、栗山先生に。はい、栗山さんのコネで。いやいや、これでない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 。あ、ちょっと番長感出てきたけど大丈夫。はいはい、じゃあこれを機にトリニータの試合は、じゃあ初、はい、ぜひですね、あの宣伝部員の栗山さんにぜひですね、あのトリニータの豆知識だったり、たくさん聞いていただければなと思います。この間ね、ダゾンっていう、あの、まあそうですね、あのこう J リーグの試合が見れるアプリみたいなのがあるんです。あのネットフリックスのスポーツ版みたいなのがあるんですけど、映り込んでました。いや、わざとですね、これは。しっかりネットニュースになってました。はい、もうこれは完全に狙ってますね。いや、でもあのアップで映ったとかじゃないんですよ、30人ぐらい映ってる中にいた、なんか探せみたいなところで、分かる人が見たら分かるなぐらいの感じです。でも結構漏れてましたよね、なんか写真だけ見たんですけど、あ、漏れてるって思いました。それはメンバー内の中で話題になったりしなかったですか。いや、全くなってないと思います。なってる、悲しいで、ちょっとあんま言わないでください。それはネットピンの中だったり、あの鳥サポ界隈の中ではかなりあの話題になってました、 SNS。 嬉しいですね。熊本戦、はい、あの劇的勝利の試合でね、うん、
あの映り込んでたんで、あのまだねアーカイブ今日の試合前までだったら見れるので、お、はい、ぜひ見ていただけると思いますんで、ぜひこれを機にですね大分トリニータの魅力だったりとか知っていただければなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてありがとうございます。これからの時間は HKT48 の皆さんにどんどんお話を聞いていただき聞いていきたいと思います。はいはい、じゃあそうですね、何聞こうかな。アイドルになろうと思ったきっかけは聞いていきたいなと思います。はい、じゃあどうま、みんな行きますか。じゃあ先生最後のがいい、ね、先生最後のがいいね。じゃあ行きましょうか。はい、はい、私がアイドルになろうと思ったきっかけは、はい、単純にアイドルが好きだったからっていう感じ でそれもやっぱ可愛いなとかもあるんですけど、やっぱり自分自身がすごい元気だったりとか、こうなんていうんですか、アイドルを見てて熱い気持ちになったんですよ。すごくかっこいいなみたいな感じで、なので結構それこそ選手の皆さんがサッカー選手を志したのと同じような感じで、かっこいいなと思って、私もなりたいなと思ってアイドル HKT のオーディションを受けました。お、はい、もう教科書のような素晴らしい、はい、真面目なんですこれどんどんハードル上がってるから、ちょっとここから飛ばしてもう栗山先生いきましょうか。確かに、まあ最悪そうですね、私はやっぱ大分の大先輩指原莉乃さんを超えるべくオーディションを受けました。あんま歓声上がんなかった。いや大丈夫です、あのみんな心の中でよいしょーって言ってますよ。本当、はい、よかったですありがとうございます。じゃあ次いきましょうか。いきますね。はい、どうしようかな、うん、行きましょうか。大分県で今日初めてじゃないか。いや大分はよく温泉に行きます。温泉に来る、はい、じゃあ、うん、大分食べてみたいグルメありますか。なんかトリニータ丼みたいなを噂に聞いて、はい、美味しいですか、トリニータ丼。トリニータ丼ってそもそも何だと思いますか。トリニータの人が大好きなものが集まってる丼、うん、あ、なんかミックスグリルみたいな、はい、ジョイフルの、はい、そんな感じですか。これも先生栗山先生わかるんですよね。トリニータ丼ですよね。お、あの鶏とニラですよね。そうです、ですよね。ちょっとびっくりした、間違えたかと思った今日私食べたことあるんですよ、はい、よく学校の給食で出たことがあって、大分で、あ、あの高校だったりとか、そうした、もうそうですね、あのカレーライスぐらいの頻度で、あの出てくる給食のもう定番メニューとなってます。でですね、あの鶏ニータ丼っていうのは唐揚げを甘辛で蒸すというか炒めて、で上にニラをパッて乗っけてごまをまぶして出すっていうのが結構定番でやってますんで、美味しそうです。結構今日は鶏ズキッチン出してるのかな、鶏ニータ丼。私事前予約してきたので多分出てると思います。あ、出てる、はい、事前予約マニーな。そうで、どうしても前回あの5日来た時食べられなかったんですよ、はいはい、なのでどうしても食べたいなと思って、あのオンラインで事前予約してきてました。じゃあ今日もう先生はもう食べたことあるから、他のメンバーに分けるために事前予約をしたとかでは。あ、全然自腹なんで絶対嫌です。違いますね、違いますね、はい、ぜひあの匂いだけでも嗅いでいただければなと思いますんで、はい、私は先輩なので一口もらおうと思います。あ、もらってください、はいはい、ぜひもらってください。ぜひいっぱい食べてください、はい、じゃあ江口さんに聞こうかな、はい、大分は初？初めてです。初めて、はい、大分と聞いてパッと思い浮かぶものって何かありますか。そうですね、もう大分はあのクリナさんがすごいあの梨ってたくさん言ってくださるので、梨が有名みたい。あの、それ多分うちが梨農家だからですそう、うち梨の、あ、皆さんにも方には公開してるんですけど、はい、うち梨農家なので毎年あの収穫の時期になるとメンバーに差し入れをするんですよ、はい、多分そのせいだと思います
から。ちなみにですね、大分はなしではないんです。あ、そうなんです。すみません。全然全然全然。私が悪いです。多分。全然全然全然。いやもうここはなしにしよう。なし、なしで。なしにしましょう。ちなみにですね、あの次こういう場面がきっと来ると思うんです。その時にはもう先生ありますね。うわー。難しいな。ずっと小声でカボスカボスって言ってくるんですけど、あ、カボス、そう、カボスももちろん有名なので、ぜひカボスって言っとけば大丈夫です。あ、じゃあ次からはカボスっていうことにします。カボスっていうことにしてください。はい、カボスって何かわかる？緑のオレンジですかね。緑のレモンみたいな。あ、そうです、そうです。はい、あのこれからね、大人になるにつれて、あのカボスの魅力にどんどん気づいていくと思うんで、はい、ぜひあの大分といえばカボスと言っていただければなと思います。はい、はい、続いてじゃあ質問していきたいと思います。じゃあどうしようかな、井原さんにお伺いしたいと思います。はい、はい、憧れの芸能人はいますか？憧れの芸能人はやっぱり大分県出身の指原莉乃さんなんですけど、指原莉乃さんと前に会ったことがあって、で、あの大分県出身なんですって話したら、あのこれから大分も一緒に盛り上げてねって言ってくださったので、やっぱ一緒に大分盛り上げていけたらいいなって思ってます。え、ちなみにそのありがとうございます。まずは拍手お願いします。ありがとうございます。そのメンバー内っていうか、その48グループの中で、そのやっぱりこう会えなかったりするもんなんですか？加入時期によってやっぱ卒業されてから、はい、あの多分入った子たちもいるので、はい、なかなかあのコンサートとかにたまにこう見に来てくださったりはあるんですけど、はい、そうです、そういう機会がないとなかなかお会いできないです。あ、そうなんですね。うん、初めて知りました。ありがとうございます。じゃあ最後お伺いしたいなと思います。じゃあこれはクレアさんに聞こうかな。はい、はい、何でしょう。いや、そうやな。いやいや、怖いな。何が来るか分かんないから。じゃあ趣味や特技ありますか？一番シンプルなの来ましたね。いや、もうなんかどうしようかなと思って、台本にはあのもう書かれてるやつがですね、合コンでありそうなですね、はい、あの質問しかないんです。やめときましょうか。ちょ、絞り出して。はい、そうですね、趣味や特技ありますか？でもやっぱりこの大分トリニータの、 あのイベントに来てから初めてスポーツ観戦をして、スポーツ観戦ってこんなに楽しいんだっていうのを本当にここで知ったので、今はやっぱりサッカー見に来ることが一番楽しいなって思います。ありがとうございます。さすが宣伝部です ね、 ね、ありがとうございます。今日の試合もじゃあメンバーの皆さんで揃ってされるということで、はい、ぜひあのこの選手推しなんだよとか、この選手のここがいいんだよみたいなとか、あのぜひ教えて、皆さんに教えていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。もっとお話は聞きたいところなんですけれども、はい、はい、この後12時50分からピッチレベルスペシャルライブもございますので、ぜひそちらの方でね、あの聞いて楽しんでいただければなと思います。それでは最後にトリニータの選手、そしてサポーターの皆さんに、皆さん一言ずつメッセージをお願いします。はい、皆さんのすごい熱い声援だったり、気持ちが、皆さんのパワーが選手の皆さんに絶対に響いてると思うので、そのパワーの少しだけにも私たちが加われたらいいなと思いますので、まずはぜひ私たちの後で12時50分からのライブを見て、こうなんていうんですか、気持ちを高めていただけたらいいなと思いますので、そちらでもお待ちしています。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はトリニータの選手さんや皆さんと一緒にたくさん盛り上げられるように、この後のミニライブも頑張るので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、皆さんの少しでも応援ができるように、私たち皆さんで精一杯盛り上げられるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、選手の皆さんがすごい笑顔であの試合ができるように、私たちも少しでも応援頑張るので、この後のスペシャルライブも見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。は
い、前回5日に来た時は長崎戦で惜しくも同点で終わってしまったので、今日こそは絶対に勝ちたいと思っています。なので私たちの、スペシャルライブを見て一緒にこう気持ちを高めてみんなで元気に応援して今日は勝ちましょう。この後見に来てください。よろしくお願いします。 HKT48 栗山里奈さん、井原花さん、江口ココアさん、大場里咲さん、地頭江ねねさんのでした。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。